はい、どうも、かもじーです。今回紹介するデッキは、アイリューの励ましの楽器を、使ったデッキですね。こんな感じです。デッキ名、モンスターハンターということで、ユニットがすべてモンスターハンターのキャラクターです。まあ、デッキの使い方を説明していきますと、モンスターハンターっていうくらいなんで、種族がすべてモンスターです、ユニット。はい。ということで、まあ、ユニットの、モンスターを励ましの楽器でどんどん MP 下げていきまして、で、まあ、コンガパワーっていうのがあるんですけど、このコンガパワーが、手札と EX ポケットにあるランダムなモンスターユニット1体に攻撃力プラス1と臨戦を付与っていうことなんで、まあ、これで臨戦を付与させて攻撃力プラス1させて、しかも MP も下がっていくんですから、まあ、アクションと一緒に使っていって上から殴るっていう感じですね。上から殴るやつは、セルレーディオスとバルハルクしかいないんですけど、まあ、ディノバルトも、高で攻撃力1で、波及を持ってるんで、攻撃力を上げてアクションと一緒にシールドなどつけると、まあ、殲滅力も高いですし、ヤンクックは俊敏についてるんで、まあ、攻撃力も上がって、しかも臨戦ついてたら、まあ、結構速いユニットになりますね。で、まあ、バルファルクはあれですね、まあ、普通に強いです。はい。で、セルレーディオスが、連撃と空戦なので、臨戦もつけて攻撃力も上げて MP 下がってたらアクションと一緒に使えるんで、一気に10点以上与えたりできます。まあ、そんな感じで割といいデッキできたんで、まあ、試合見てみましょう。ちょっと使い方もぼちぼち説明していきます。それではどうぞ試合の方に行ってみましょう。はい、対戦相手はアイリューの方ですね。よろしくお願いいたします。ということで、さあどうしようかね。さあ、まずバルファルクをね、出していくんですけど、今回のまあ、プラン1は、まず、バルファルクですね。バルファルクで、まあ、攻めていくという感じのプランですけど、相手の方が、イノー。で、自分は、コンガパワー。これで、バルファルクかギノバルドに、臨戦つけていきます。とりあえず、バルファルク移動。で、向こうも移動。で、自分はコンガパワー。バルファルクに来ましたね。自分のバルファルクがまあ結構ダメージ与えてくれればいいかなと思ってるんで、とりあえず攻撃とか見ていきます。多分、これはね、レベルアップで4点飛ばしてくると思うんで、その前に意外とダメージを与えたい。あ、いいですね。4点しか飛ばない。はい、バルファルク、あともう1点ダメージ与えて、よし、逃げよう。これ、異能でとりあえず逃げます。これで一応73、すぐ破壊されました。このバルファルク出して楽器を使えばもう一回出せるかな、大丈夫そうかな。はい、このまま上げて7点、ちょうどいいですね。まあ、バルファルクに追われました。とりあえずね、プラン1のバルファルクで攻めるっていうのがこんな感じですかね。まあ、とりあえず楽器も吹いてと、もしやられてももう一回出せるように MP を下げていくんですけど、はい、対戦ありがとうございました。今回は、バルファルクに救われました。まあ、MP 下がったバルファルクも強いんですけど、まあ、次の試合行ってみましょう。どうぞ。はい、次の相手はウェッカーですね。よろしくお願いいたします。ウロボロスですね。さっきちらっと見えたんです。手札変えていきます。ディノバルト使いましょうかね。ディノバルト出して、これは高王なんで強いですね。攻撃力1、高王で攻撃力プラス1。なるほど、もういいでしょう。コンクパワーでつけていきます。もう一回つけていきます。これもあれですね、セルゲーリオスですね。だから迷うよね。ギオス君に臨戦と攻撃力3、冬ですね。で、この人移動していきましょう。とりあえず突進、まだ、まあ、突進つかないね。ということで、こっちはシールドを貼ってさらに移動。コストがね、4とか5とか3とかばっかなんで、黒相手に、まあ、末路警戒してたんですけど、
まあ、まだ今のところ持ってなさげですかね。で、ここからはい、臨戦のセルビオスか。なんか言えねえな。なんか覚えてない。言いにくい。まあ、これは、電撃と、そうですね。空戦なんで上からずっと殴っていくタイプですね。とりあえずもう一回移動させます。なので、真ん中のタイラントがスーパータイラントになるんで。で、ガッチについて、コスト下げていくと、ヤンクックが2コスですね。これヤンクックでいきましょう。倒して、はい。で、まあ、あとは攻めるだけなんですけど、はい、決まりました。こんな感じで、決まると強いですね。ということで、まあ、以上で、今回の試合は終了ということで、ご視聴ありがとうございました。